商品有高帳、まあ、こちらもですね、えー、と3級で学習してきたお話になるんですが今回タイトル見ていただきました「総平均法というのがですね括弧書きでついております。はい、3級の方ではですね商品有高帳の記入方法としましたら移動平均法と先入れ先出し法、まあ、この2つのですね記入方法を学習をしております。 でそんな中で、ですねこの新たに出てきた総平均法というのをですねまあ今回見てみたいと思うんですけどもはいえーこちらの方になりますけどもえーとまあ移動平均法、同じ平均法ということですのでえまあ平均取るんだなというのはまあ総平均もですね移動平均法もですね同様な話になっておりますが。 じゃあどのタイミングで平均を取ろうかという話で、まあ、この移動平均法と総平均法が大きく異なっております。はい、移動平均法は異なる単価のものをですね、仕入れてきたときにですね、平均を取っていくっていうのがまあ、3級で学習した移動平均法になるんですが。 総平均法はもう1か月分まとめてですね平均取りましょうというふうに考えていくのがですね総平均法になります、はい、ですから、まあ、その下ですね、えーまあ、4月のですね仕入れとかですね売上げのデータがまあ書いてあるわけなんですが、はいまあ、これを使って商品有高調の記入方法を見てみますけども。 まずですね毎回のですね仕入れ、売上記入方法になりますが先に把握をしていくのは個数のみをですね把握していきます。数量のみをですね把握していきますですでのでこちらですね4月1日が10個残高がありますよとでまた新たにですね単価110円で10個仕入れてきましたよという話でしたらもうまずはこの2つを足しておきましょう。 で、もう金額のところはもう空いている状態です。で、同様に払い出しました。ということで12個使いました。という話ですと。とはい、えー、残高残っているのは8個ですね。個数だけを追っかけていきます。で、また次え10日20個仕入れてきましたらということでこちらもですね。えー 残高の方は数量だけあ18個残ってるなっていう形で追っかけていきます。はい、でこうすることでとりあえず1ヶ月ですね数量だけ追っかけておいてじゃあ1ヶ月済みましたという段階ですね。はいその段階で平均単価を求めていきます。はい、求め方ですけどもこちら受け入れ欄ですね数量今回101010 10 10ということでトータル30個。 そして金額の方ですね1,000100で1200 100, ということで個数の合計数量の合計と金額の合計をまずは足してあげますと。でそうすると合計金額を合計数量で割ることによって。 この2つを割り算ですねしてあげることによって単価平均単価が110ですすよというふうふにままってきますでこの110を使うことによって当月のですね売り上げた払い出し単価を決めていく。 110円が平均単価になりますのでこの払い出した時ですね12個払い出した時の平均単価110これを使ってください。い金額としたら1320円となってきます。 あと、えー、次月の繰り越しになりますがこちらもですね今求めた110円これを使っていきます。まあ、個数はですね18個。で金額が110円というですね平均単価を使って金額は1980円。こういった形で次月の繰り越しこれを出していきます。 はいまあ、当然払い出しの、ね、数量合計ですね金額合計3300円、まあ、同じですね金額が入ってきますし、まあ、単価もですね110円となります。で、えー、前月繰り越しの方もですね同様に。 はいえー、この4月分まとめてですね、えー、導き出した平均単価を使って、まあ、次月繰り越しも前月繰り越しも出していくという形になっておりますなので、まあ、考え方としましたらですねまあここまで3つのですね記入方法を見てきていただいているわけなんですけども、えー、まあ一番簡単なねシンプルですね簡単なあ 計算方法記入方法になるのかなというのがこの総平均法になっております。